ハイランドカウンシルエリアハイランドはスコットランド北部にある地方行政区画である。行政中心地はインバネス。スコットランドで最も広い面積を持つカウンシルエリアであると同時にイギリス全土でも最大の面積を持つ地方行政区画である。ハイランドカウンシルエリア、すなわち地方自治体ハイランドカウンシルが管轄する行政区画としてのハイランド地域は 抗議のハイランド地方の一部である。ハイランドカウンシルエリアは、アーガイルビュートと共にその全域が、抗議のハイランド地方に含まれる、カウンシルエリアである。ハイランドカウンシルエリアに隣接する諸カウンシルエリア、並びにアンガス、スターリングの一部が、ハイランド地方と重なっている。ハイランドカウンシルの中央庁舎は、インバネスにあり、かつてのディストリクトカウンシルの庁舎は、 司所として利用されている。この地域の住民の多くは、ハイランドを地名のように用いることはおかしいと考えている。例えば、ハイランドのディングウール市という表現は奇妙であり、寛用的に用いられることもない。カウンシルが管轄する地域を特に呼ぶ場合にのみ、ハイランドカウンシルエリア、ハイランドエリア、ハイランドリージョンと呼ぶ傾向にある。広域地名としては、 伝統的なカウンティ名を用いることが多い。広域地名としては、ハイランズという子が一般に用いられる。ハイランズは、ハイランドカウンシルエリアのみを指す故障として用いられることもあるが、ほとんどの場合はより大きな地域を指す概念である。ハイランドカウンシルエリアと同様の地域を指す概念に、北部、スコットランドがある。消防救急隊ハイランズアイランズファイアンド レスキューサービスの管轄区域を北部管区と呼ぶが、この区域には多くに、セトランド、アウターヘブリディーズの当初カウンシルエリアを含んでいる。ハイランド地方も参照協のハイランドカウンシルエリアは、1975年まで用いられていたカウンティでは、インバネス社や並びにロスアンドクロマティの本の部分の、ほとんど及びインナーヘブリディーズ諸島部分、サザランド、ケースネス、ネアン社や全体、 アーガイル並びに、マレーのごく一部に相当する、スコットランド地方自治法の施行に伴い、1975年に、ハイランドカウンシルエリアが創設された。カウンシルエリアは2階層のリージョンであり、8つのディストリクトからなっていた。すなわち、である。1975年の地方自治法施行により、それまでのカウンティとバラのカウンシルは廃止され、新たにリージョン全体と、 各ディストリクトに公選制の地方議会が設置された。スコットランド地方自治法の施行に伴い、リージョン全体の地方議会と、ディストリクトごとの地方議会は統合されることになった。1996年、単一の自治体としてのハイランドカウンシルが発足した。ハイランドカウンシルでは、旧来のディストリクトを行政地区マネージメントエリアとし、行政地区ごとに地区委員会を設置した。 しかし、1999年に、それまで行政地区と重なっていた、選挙区の再編が行われた結果、行政地区と選挙区の境界は一致しなくなった。2007年に選挙区会の変更が再び行われたことによって、8つの行政区域とそれに基づく、地区委員会は廃止され、3つの共同行政区域に再編された。すなわち、である。これらの名称は、 ウェストミンスター議会の選挙区名と同じであるが、協会は異なっている。ハイランドカウンシルには22の選挙区があり、各選挙区から短期常識投票によって選出された3名、内市4名の議員により、定員80名の比例代表議会が構成される。ありがとうございます。